愛席スタート山添館の桜橋 919! 歌手主の皆さん、こんばんは。毛高き債務者、愛席スタートの山添館です。好奇心が開花するエンターテイメントの架け橋、桜橋919。毎週火曜日は私、愛席スタートの山添が東京のミクチャスタジオから生放送でお送りいたします。いや、この3週にわたってお届けしまして、アドレスまで変わったメールサーバー騒動も無事なんとか、あ今のところ安定はしているということなんですけれども、 えー、ラジオネーム3タイガーのメールだけ文字がでかいという何かしらのこう前兆あったもののですね、しばらくはこう知らないふりをしてお届けできそうな感じはしております。はい。えー、一部過激なリスナーからですね、サーバーの容量を圧迫するための写真付きメールがこう大量に、えー、送りつけられてきたんですけれども、えー、これ以上面白くないからやめてってちゃんとこう注意したら、えー、今週はちゃんとやめてくれましたと。ただ、 あのー、リスナーの、あれですね、やっぱ自撮りはおもろかったっすね。あれはでもやっぱルール違反っすね。うん。やっぱ振り聞いてるもん。やっぱ勝手におじさん想像してたりするからこっちは。あ <laughs> <laughs> んなミキ銅山のライフタイムリスペクトの PV みたいにこうバスタブの状態の写真とか送られたら笑ってまいますよ、そんなのね。 えー、ただここで終わらないのが、えー、桜橋919でございます、えー。実はこの数週間、メールが受信できずにいたこの番組を助けようと、数人のリスナーさんが事前にハガキでメッセージを送ってくれたそうです。まずはほんまに、ほんまにありがとう。ただですね、そのハガキが、あのー、こちらに届いてないんです。あのー、たびたび、あのー、この番組でも説明はしているんですが、 えー、この番組のですね、放送自体はラジオ大阪なんですが、スタジオは東京にあるんですね、えー。例のごとく東京のミクチャスタジオはどこにあるのかを発信することが固く禁じられております。えー、もうわかりでしょうか、えー。リスナーさん全員ですね、あの、住所が判明しているラジオ大阪宛てに送ってるので、いただいたはがき全て大阪にあります。 あのもう関係者、こちら東京の関係者、あのー、誰の目にも触れておりません。<laughs> 見たかったですよ、僕だって。えー、普通であればラジオ大阪からこっちに送ってくれそうなもんなんですが、現状、いつも手元には来てない状況です。はい。えー、優しいリスナーさんの思いはすべて、あのー、西で叩えております。あ、ガドゥです。 <laughs> うん、リスナーもあのー、ちょっと考えたらわかることや。ずーっと言うてきてないやん。わけもわからず、なんか知らんけど言ったらあかんって、たびたび言うてるやん。この、所在地。でも東京ではって言ってるやん。<laughs> なんとか救おうとしてくれた気持ちだけはね、えー、東に届きましたんで、えー、そのお礼はね、させていただければと思っております。えー なんでこっちに来ないかを考えたんですけれども、うん、やはりこのスタジオの場所、ラジオ大阪でさえも知らない可能性が浮上しています。はい、よく考えたら、このスタジオにいる人の中で,ですね、あのー、こんなことあの、放送中に言うのもあれなんですけど、誰がミクチャ側の人間で、誰がラジオ大阪側の人間なのか、いまだに僕、よく分かってないんです。<laughs> <laughs> えっと 皆さんは何をされてる方なんですか <laughs> えー、このスタジオほんまにあのコンプラ的に安全な場所なんでしょうかねえ、うん、いろいろねこう漆黒の場所とかね監禁されてるんですかとか言われますけれども大丈夫な場所なんでしょうかえ何、ー、かしらの摘発から逃れるためにあの都内を転々とするためのこの飛ばしのスタジオとかではないですよねないですよね ちゃんと首を振っっててくださってはいます月曜から金曜まで実は全員がその違うスタジオやったりとかもないですよね山添はここに入れとけとかないですね指示が <laughs> <laughs>、えー、はがきだけではなくこのラジオのメールサーバーが復活をしてそれを祝して立派な電報も届いているそうなんですよねそれも今大阪なんですよねほんまにごめん、うん、ほんまにあの 感謝と謝と罪であふれた番組や、ね、うーん本当にそうですわ <laughs> いやーもうやっぱこう安定ししたたに越な何でしょうねこう4月から始まってもう言ったら4ヶ月ぐらいこの番組があるわけじゃないですか何で僕はちゃんとあの把握してないんでしょうね <laughs> 一緒に作ってる <laughs> ワンチームのはずなのに僕も僕でね SNS あったじゃないですか Twitter のこの番組のアカウントあの俺のことをフォローしてくれへんアカウント「フォローせえや」って言ってて「誰がやってんん」っすってもみんな下向いて答えてくれへんみたいなそういうなんかこれもうノリなんかなとか思ってるから僕もあんまり深く「あなたはこの番組の関係者ですか?」とか聞かんようにしてますうんそういう部分もあるんですよで2週間ぐらい、あのー、この番組におって 手伝ってててくれたりしててあ3週間とかかですかねサイン競馬とかも一緒に僕もこれあの誕生日がこうなんで頑張りますみたいなこと言った人が次の週には全然あの違う人に変わってたりとか <laughs> <laughs> であの人はどこに行ったんって言ってもみんなが口を伏せたり <laughs> あのその口のつぐみ方ってあれですよねあのなんか村 他との接触をなんか立ってる村で起きた殺人事件で <laughs> <laughs> この人の,あの,あの亡くなった原因何か素材だけでも知ってる人いませんかって言ったら村が一丸となって何も言わないあの空気にすごい似てるんですよ <laughs> <laughs> なんか見たことあんねんなうんあのいつもその木を振ってくれてくださってるあなたはあのどっち側の 何なんですか <laughs> ただあれなんですよねあの LINE 女性なんですけど LINE がアルファベット一文字っていうことだけは俺知ってるんですよどういう関係性なんですか僕らは <laughs> なんでリアクション取って答えてはくれないんですか <laughs> 俺はなんで毎週毎週今週で最後なんかなって思って喋らんとダメなんですか <laughs> あ本当謎は深まるばかりでございます。えー、今朝もですね、えー、TBS の「ラビット!えー」に出演させていただいたんですけれどもですね今あの、まあ、ご存知ない方のためにもあのご説明させていただきますと1、えー、回あのウォータースライダーランキングというので、えー、ウォータースライダーのロケ行かせていただいて、えー、そのロケで僕があのー、まあ ちょっとなかなかね、そのスライダーが結構、えー、怖いスライダーっぽかったので、あの飛びませんと言ったところ、あの軽く炎上しましてね、うん <laughs> で、炎上しててで、これはもうこいつになんかあのちゃんと。 落とし前じゃないですけど、ケツ、自分で吹かせなあかんということで、えー、スカイダイビングを山沿いに飛ばせようみたいな流れになってるんですよ。で、俺はあの固く飛ぶわけないやろ、一択、うんで来てる次第なんですけれども、ですね、えー、今日もなんかこう、手を返え、品を変え、なんかえらい、あれですよ、さりげなく仕掛けられてきましたよ。 あれ、ザンビアでしたっけあのね、今日は、あのー、まあ、今ね、オープニングのートーク部分の、えー、ラビットとか、あと本編もですね、え二、ー、つに分かれて TVer で確認できるので、よかったらぜひ全部をね、えー、見ていただきたいんですけれども、今日はね、なんかね、団体のね、あのー、おすすめみたいなおをみんなでするみたいなやつで、若月さんが、 あのー、ワールドスマイルっていう、えー、ザンビアの方がえらいみんなでこう踊ってあの片言の日本語でこうサプライズ誕生日おめでとう的なメッセージをくれるみたいな動画がねあるみたいなでそれに特別にこう若槻さんが誕生日おめでとうって言ってもらえるみたいなのを紹介してくださってあいいですねこれなんて言ってたら「なんかこうラビット!」からもこんなメッセージをお願い、えー 「ラヴィット!」のためにしてくれましたみたいなことで、えー、片言の日本語でまたザンビアの方が「えー、山添スカイダイビングあの頑張れ」みたいな「<laughs> で頑張れダンスをねえらい踊って」みたいな仕掛け「いや飛ばん!」ってみたいな「何言うてんの?」みたいなあってほんでいつもこの「ラヴィット!」出させてもらったらハッシュタグキーワードをさして、えー、出させてもらってるんですけど、えー、いつも通りキーワード出したらなんか <laughs>。 全然その,あのしっくりきてへんリアクションを MC2 人がしたってまあもちろん番組をねあのー、惑わすような書き回すようなキーワードしか俺出してきてないですからうんくそもうちょっとスパイス聞かした方がよかったかなんてね思ってたら。 あこれだけこれはあのー、あれですねみたいな、あのー、フェイクニュースなんでダメですねこんなことをキーワードにしたらとかって言ってあの田村アナウンサーがそのまま私が新しく発表しますみたいなこと言って山添さん一緒にスカイダイビング飛びましょうっていうキーワードを出したんですよこれもうほんまにいよいよ飛ばなしゃあななってきて <laughs> <laughs> であのねもうこのねこれもうしゃあないから流れはもうしゃあないっすやんか もう飛ばなあかん時来たらもう俺覚悟決めるしかないんでしょうけどもあの僕が一個不可解なのはあの田村アナ、まーちゃんがあのなんでいつの間にそんなにかかってたんっていう <laughs> 僕のスカイダイビングに対して <laughs> いつの間に覚悟したんっていうところとあのよう考えたらウォータースライダー飛ばへんかったんやけどなんで気づいたら俺スカイダイビングになってんのっていうこの2点ね。うん なんで自ら空になってんのっていうこの2点はちょっとよう考えたら今訳が分からん状態にはなってます、うん、この間のウォータースライダーじゃあまあタリヒンやったらさらにもうちょい高いウォータースライダーでもええー、ですやんそれ自然な流れやんなんかあっちゅう間にスカイダイビング切り替わってたんですよね <laughs> あれんでやったんかなってね知ってる人お知ったらね教えてほしいんですけどね、うん、もうでもあの田村アナがね勝手に覚悟してるもんやからみんな もうこれは飛べよみたいなね、まあ、ちゃんの覚悟を無駄にしちゃいけないよとかねえらい来てましたわうーんこれはでもまあ今後の動向をちょっと見てもらわんと今日はの同期の影山の増田というのをね僕はあの団体の方でえっとおすすめさせていただいて、まあ、そこで増田が考案したスリルというゲームをさせていただいたんですけども、まあ、そのスリル次第で決めるみたいな流れもあったので <laughs> もうそれ次第にもなるのかなとも思いながらですわ。で、明日も一応、えっ、ー、と、ラビットの方で、えー、京都先週はあ、アインシュタインさんの沖縄、夏休み沖縄旅の方にご一緒させていただいて、でもう一個、見取り図さんの夏休みロケにもご一緒させていただいたので、明日それが放送されるので、よかったらぜひ見ていただければと思っております。はい。 えー、さて生放送ですのでですね、番組ではラジオを聴いている方からもメールで参加していただきたいと思っております。今日のメールテーマはですね、あの今日ラビットでですね、あのー、スタジオ行ったら若月さんが、うん、炎上してなかったじゃんってね、声かけてきてね、なんかえらい、あのー、悔しそうやったんですよ。というのも先週に、あのー、 今日はあれだね。炎上してそうだね。えー、とか言ってね。こう番組放送後喋っててね。なんで喜んでんですかみたいなこと言ってて。ほんなどこが、あの、今日一番やばそうでしたみたいな。僕はもう全体的にやばいとは思ってたんで。<laughs> 我ながら。<laughs> そしたらやっぱり、そのスノーマンの伊達様の生クッキングにあんないちゃもんつけてみょうがが邪魔とか言ったら、あれが一番やばいと思うよ。みたいな。ああ、そうですよね。って言って、まあ僕も恐る恐る、うーツイッターを開いたら、 意外と、その、伊達様ファンの方が、本当に、あの、みんな、ええー、人ばっかりで、もう一緒に盛り上げてくれてありがとうございます、みたいな。結構、ジャニーズのファンの方って、本当あのーえー、軽々しく冗談でも言ったら、あのー、炎上するみたいなたびたび聞いたりはしてたんで、そら怖いやろうと思ったら、全然怒ってる人なんていなくて、むしろあのー、 うんあの伊達様と一緒に盛り上げてくれてありがとうございます」とか「美味しくしてくれてありがとうございます」みたいな感じやって好意的でって「あ,あよかった」っていうか「SnowMan」ってめちゃくちゃいいファンの方ついてんやなーとかって思ってか、まあ、感激してたんですよの今日ですよ多分そのちなっちゃんも似た似たしながら1人で山添で多分エゴサーチしたんですよ <laughs> <laughs> ほんなら叩かれてへんから。<laughs> あんた「あんた選手を叩かれてないじゃん」<laughs> <laughs> えここからですね、今日のメールテーマ、あなたの届かなかった思い、こちら教えてください。<laughs> えー、ちなっちゃんがあ、えー、俺に炎上して欲しかった思いがあ叶わなかったようにですね、リスナーの皆さんの届けられなかった思いや届かなかった思い教えてください。この番組への思いは全部大阪に行きました。<laughs> リアクション、感想メールの方もお待ちしております。受付メールアドレスは、y a m a z o e o b c 1 3 1 4 j p え、短くなっております。山添アットマーク o b c 一一三四ドット j p です。ツイッターは山添桜橋九一九でたくさんつぶやいてください。ということでこの後一時までの二時間ぜひ最後までお付き合いの方をお願いいたします。この番組はスマートフォンアプリのミクチャで同時生配信中です。 スタジオの様子を見ることができたり放送後に、ミクチャ限定のアフタートークの方も配信しております。さらに放送終了後から1週間アーカイブ配信でも見ることができます。ぜひミクチャでもご覧ください。ということで、ここで1曲聴いていただきましょう。マキシマムザホルモンで恋のメガラバ。この時間は愛席スタート山添館の桜橋919をお送りしております。今日はしっかりね、メールが来てますわ。あ高橋さんがね、汗かいてくれてます。嬉しい。ありがとうございます。 えー、ラジオネームずっと春休みでいいのに。僕はハガキ7枚出しました。<laughs> <laughs> <laughs> なけなしの小遣いを使って500円無駄にしました。クーリングオフできますよね。<laughs> 申し訳ないわ。春休みごめん。マジか。そんなにハガキ書いてくれたんや。申し訳ない。でもここで知れてよかった。あこういう人もやっぱ何人かよおるやろうね。 そうかやっぱハガキやったらその分お金かかりますからねそれでもこの番組何度かこう <laughs> 困ってるやろうということで送ってくれたんや申し訳ないな東京都トトリケラトップス僕もハガキを送ろうかと思いましたが桜橋宛てにハガキを送ったところでその漆黒の独房に届くはずない届くはずなどないと思ったので僕はいつも送りませんでした <laughs> 送ったところでハガキ代の無駄です <laughs> 春休み言われてるぞ <laughs> ちゃんと分かったんやこんな独房に届くわけないって言うたってよそしたらハガキとか送った方がいいかなっていうのをさみくちゃでコメントやってさでもそうかそもそもここの場所知らんしラジオ大阪で泊まるんちゃうこんなやり取りがあったらよかったんや 春休みが7枚はがき出してます東京都ブランシモンえラジオ大阪の人はハガキが届いて「何この番組?」ってなってたってことですか <laughs> いやさすがに知ってはいるやろ我がの番組我がの局の番組やねんから知ってはいるやろ改めて言われたらめちゃくちゃ不安になるな。 <laughs> 確かにねハガキ見てや「山添桜橋91気持ちある?」ってなってるかもしれませんねなんかなんかっぽい名前付けて番組っぽいの変なノリのハガキ来てますって <laughs> 知れた知れた <laughs>、ね、そんなことでもお前仕事止めんなってって <laughs> えー、ラジオネームずっと春休みでいいのに。 やっぱり桜橋って闇が深いと思うんですけどそこ海事のエス,パーエスポアル号の中でラジオしてますか <laughs> いやあれもっと過酷やろ <laughs> あれみんなね排水の陣やね借金背負って <laughs> あそこで勝ち残った氷山の一角だけがまた地上で戻った時に普通もしくは普通以上の大金からスタートできるってことでしょ こ,ここで俺何させられてんねん <laughs> そしたらここが動いてるとして海の上でみんない、e、いカードとかやってる横で俺何放送部ってことエスポ・アール・ゴーの。<laughs> <laughs> <laughs> 皆さんね、あのー、なかなか、あのー、精神も結構疲れてきてらっしゃると思いますんでよかったらここで一曲 <laughs> マキシズマムザホルモンで <laughs> メガラバーじゃないよ え東京都ハルぽん今いるスタッフ僕はこの中にスパイがいると思っていますとりあえずまたそいつがトラブルを持ってきます一番仕事してないやつ要注意です <laughs> <laughs> そうか今の時点で俺はもう名誉からしとかなあかんねやあーなるほどなでもねあのー、全体の 30%ぐらいが毎週変わるのよ。<laughs> <laughs> だから余計俺は困惑すんのよ。分からへんなんねん。<laughs> この中に MBS の,の人間はいらっしゃいますか <laughs> い,らしいらっしゃらないんですかね。うん。え、ミクゃんの方はどなたですかなるほどなるほど。 あとは誰ですか<れ> <laughs> 友達連れてこられてますか <laughs> スパイはお前だってきてますわ <laughs> 定期的にこのお前だのノリあるな <laughs> 島根県ラジオネームコッペピンポンパンすいませんしばらく聞けてなくて山添さんにお金を貸すというのがこの番組のブームだと思ってたんですけど 知らないうちにメールやハガキが謎のバリアで弾かれるようになったんですね。激ヤバラジオ番組ですね。これから毎週聞きますね。<laughs> もうもう治ってんね今。もう治ってるからそれが気になって聞き始めたらちょっと弱いと思うわ。うん。あれはもうほんまにいつ起こるか分からへんから。でいつ治るかも分からんかったから。うん。だからもう本当に。 これから先このまま続くかもしれんし続かんかもしれんしでもこう安心してあのこうやって喋ってそれがそのまま届くメールも読める環境がずっと続くとはもう俺も思っていない、うん、何かしらは起こると思っている <laughs> それでコッペピンポンパンお願いしますえー <laughs> そういえばね確かにねお金貸したいノリあったな <laughs> 月曜の鎌田さんも交えてやってたななんかあの、まあ、僕がねリスナーさんを貸し主と呼んでるので,、えー、で僕が、あのーまあ、借りる側なんですけれども借りる側にも貸主を選ぶ権利はあるみたいなことをね、まあ、僕は常々言ってまして。 あのー、信頼関係を築ける方にしか僕も借りないし、えー、お金の関係で揉めるのが一番バカらしいと思ってるんで、ちょっとでも揉めそうな方には僕は借りませんって言ったら、鎌田さんも貸し、あのー、借りてほしいみたいなことを言うてくるんですけど、鎌、うん、田さんは申し訳ないですけど、審査で落ちましたし、みたいなことを言ってたら、まあ、貸主さんが何、僕からは借りてくれますかとか。 えー、どこにあの振り込んだら山添さんのお金になりますかみたいなノリが当初あったように思います。うん、そういえば、遠い昔ですね、うん。そう思ったらね、まだ4ヶ月しか経ってないんですよ。桜木がバスケめっちゃ馬なるスピードですやん。<laughs> <laughs> この時間の速さ。<laughs> はい、ありがとうございます。えー、いや、あの、今日はね、久々にね、トーク番組で大汗かきました。<laughs> はい。あのー、もうまあね、いろんな番組行かせていただいて、で、もうこういうやつっていうのも、まあ、なんとなくね、分かってきていただくようになってきましてね、少しずつ僕のことをね。んで、 今日ね、踊るさんま御殿に初めて行かせていただいたんですよ。まあ、ビッグ番組ですよ。やけど、まあ、さんま師匠とは、えー、工場委員会、っかり本間デッカ TV でもお世話になってますし、えー、もちろんね、ご一緒するということだけで、えー、緊張はするんですけれども、まあ、大汗かきまくる、緊張によっても汗吹き出すという状況ではないですよ。なんとか、あの、えー、えー、えー、とこ見せたいなという緊張感はもちろんありますけども。 それがですね、ん今日、あのー、まあ、ちょっとあの自分でも、あそういえばこうやったなと思ったんですけどね、あのー、久しぶりに観覧のお客さんがいる現場やったんですよ。あの、ラビットも演者とスタッフさんたち、技術さんたちしか現場はもちろんいらっしゃいませんし、 えー、観覧のある、もともと観覧があった、観覧のお客さんがいた番組も多分あったんでしょうけど、まあ、こういうご時世柄、多分そういうのがなくなって、人数制限とかもね、一時はありましたし、まあそういうのももう、どのテレビ局も徹底してますから、観覧のお客さんがいい品、現場が当たり前の状況で、僕、少しずつテレビ出させてもらえるようになったんですよ。だから、ほとんど観覧のお客さんいい品、っていうか、ほぼいないんですよね。全部いなくて。で、ずーっとそれが普通でね、こう、 出させていただいて、久しぶりに、ほんと数年ぶりに観覧のお客さんいる現場やったんですよ。ん,んで、あ、観覧のお客さんやはるわ、と思って、なんかまあテンションも上がるじゃないですか。で、初めて出させてもらう、えー、踊る御殿ですから、まああの、こう、ゴールデンですしね、もちろんあの、僕がどんな人間かを全く知らん人たちが、えー、見てくれはるわけですから、まあ自己紹介も含めた、あ レベル1からの説明交じりのとこから入っていくわけなんですけどもね。いや、あのー、レベル1から入っていく段階の時点で、観覧席から、へぇーはぁーってみんな弾いてるんですよ。あの、まあ、ああのー、まあ、相方にずっと借金してまして、とか、ま、あ言うたりするじゃないですか。へぇーって、あ なんか俺久しぶりで僕ってそこなんかもう名刺代わりというか普通に「こんにちは」ぐらいの感じでもう俺はもう通り過ぎてたんでよう考えたら一般の方の方感覚っっててこれないやな思って <laughs> 演者の方とスタッフさんは「そうそうお前そんなんやねんな」とかまあそういうやつもこういう世界はおるよなぐらいな感じでその先を聞いてくれるんですけどそれに慣れ過ぎてて久しぶりに俺レベル1からやばい人間やったんやってね感じて <laughs>。 でそこからね、あの僕のトークがね、あのどうにもこうにも、これはね、申し訳ない,訳ないんですけどあの、弱エピソードやったんですよ。発表する前から、俺、このエピソード、多分スタンバイしてるやつ弱いんちゃうかなって思ってたんですよ。でももしかしかたら 時間帯とかもありますし、番組のね。その深い時間帯やったらもっとこのクズの部分を押し出したような話の方がええかもしれんし。でもこの時間やからこれぐらいがちょうどいいのかな、みたいな、そういうところでこう精神保ったんですけど、他の人のこうね、エピソードとか聞いていくうちにね、いやいや、俺の持ってきてる武器めちゃめちゃ弱いで。みたいな思うんですよ。ほんで、トークの順番がね、一番最後やったんですよ。 あのー、すべ僕初めての感覚やったんですけどパチンコと一緒っ,す、ね、パチンコってあの角、ー、片決まった時とか大当たり当たった瞬間が一番興奮してるんじゃなくてパチンコ屋さんに向かってる時が一番興奮してるんですってそれと一緒でエピソード喋ってる最中とかエピ,エピソード終わった瞬間とかじゃなくてもうすぐ来るっていう時が一番汗かいてましたね。<laughs> ほんでもう弱エピソード喋ってね原形ないぐらい足してね終わりないぐらい真っ暗なままブラックアウトをするかのような感じで終わったんですけどどうなってるかまたオンエア皆さん確認してくださいうんビショビショなりましたわ弱エピソードスタンバイが一番芸人にとって汗をかくんだなって発見しましたいやー恥ずかしかったなー この、ま、あ緊張で言ったら、明日、キングオブコントなんですけれどもね、今、準々決勝なんですよ。今日と明日が。はい。で、ま、あ僕は明日なんですけれどもね。うん。で、これがね、よくいいのか悪いのか、あんまり、かかってないんですよ。うん。 今までは正直このネタは行くぞとかこのネタでな、ね、んとか爆笑取ってやるみたいなもちろん毎年そういうこう気持ちでね望んでたんですけれどなんかね今年はねあのまあ毎年やるべきことがあるじゃないですかそのこのネタにしようかなとかで、まあ、あの候補がある中で叩いてみたいな尺調整してとかこのネタ伸ばしてみようとかこのネタをじゃあ予選用これを2回戦これを。 準々決勝とかまあその準備は毎年と同じくするんですけれどもなんかねこの鼻息は全然荒くなくてでなんかこう行けたらちょうどタイミングがあったってことなんやろうなぐらいフラットなんですよ気持ちが、うん、本当にこう今リアルなね気持ちでこれがねいいのか悪いのかもちろん分かんないですその 決勝行ったことがないんでキングオブコントでも今まで行けてなかった鼻息荒いコンビとして行って行けてなかったで意外かもしれないですけどあの知らない人のために言っとくと賞ーレースに向かう鼻息は僕よりも計算の方が荒いです、うん、<laughs> 鼻息荒いで行けなかった送り返しての今年何かちょっとこうフラットな感じでね これもしかしたらいけるかもって逆に思うんすよ。それはその意外ともう型に力は入ってないこの状況の方がなんかこう伸び伸びネタやってそれがこう受けにつながっていったりすんねんみたいなのも聞いたことあるんであこれがもしかしたら行く年なんかなって一瞬思った時があったんですよちょっと前にでもそれが あの2回戦終わって思ったより全然受けなくて多分ギリギリで通ってんすよだからあのこのフラット加減はあの何の期待値もないんですよ、うん、<laughs> だから何の期待値もないけど肩の力は抜けてる状態で明日頑張ってきます、うん、でもし落ちたら こいつ今年はフラットな感じで落ちたいんやって皆さん思ってください <laughs> ただ例年とは違うんですよ、うん、なんか例年とはちゃいますわ、うん、頑張ってきます、うん、これねちょっと皆さんにこう問いたいんですけれどもねああちょっとそうか間に合うかなあのー 僕結構ね、今までこの番組でも言ってるじゃないですか、このアイドルの方とか仕事を共演させてもらった、まあ、アーティストの方とかに CD とかもらうときに、あのー、もうちょっとあの断ってきてると。うん、で、頭おかしい人やっていう目で見られて終わってますみたいな。っていうのがあるじゃないですか。で、僕的にはね、そのほんまに聞かへんし、えー、もらったものを、 家に置いててて引っ越すタイミングで捨てるこれはもうほんまに、ね、物をなんかこう粗末にしてる感じと申し訳ない気持ちでいっぱいなんでだからもう断るようにしてるんですよ。うん、ででも、あのー、それって変やんってもう受け取るだけ受け取ってあげたらええやんっていう方もいらっしゃるじゃないですか。だとすると僕はあのー、名前だけはなしでええんちゃうかなと思うんです。 うん、名前なしにしたら僕が断ったとしても違う方にいけるじゃないですかそのアルバムをって思うんですよでそれでもいやもらったった方がええやろって思う方っていらっしゃいますかね僕ねもう一個だけ実はモヤモヤしてることがあって例えばねこれあのー、まあ,あーじゃあ仮にアイドルの方がくれはったとするじゃないですかえー、アルバムを 最近出ましたつってで俺じゃあめちゃくちゃ逆に聞いたとそのアルバムねほんで次の週にまあレギュラー番組が例えば一緒やったとして次の週にお会いした時にあのアルバムのあの,あの全部めちゃくちゃ聴き,きましたもうほんととても良かったですえー、7曲目の「何々」っていう曲あったじゃないですかまああれもう全部最高やったんですけどもあのところの歌詞の部分最高で 俺も泣いちゃって刺さりすぎてであのー、何回もそこだけリピしてあのー、MV も見に行ったんですよ言ったら振り付けがとっても可愛くてでももうキュンキュンしたから振り覚えたくなって家で練習してあそこはあの一通り踊れるようになりましたで、じゃ逆に言ったとしますよね <laughs> そしたら10人中 何割かはって多分俺のこと思うと思思ううんですよ多分そこにも俺あんま納得できん部分があるんですよね向こうが一番嬉しいことでもあるじゃないですか方向性としてはその歌をめっちゃ気に入ってくれたとかそこまで、あのー、私らグループのことにおお興味持ってくれたんやってでもす全員がありがとうって思わんとは思うんですよね。 セクシー女優さんと例えば共演して、あの、最近出た DVD です。よかったら見てくださいって言わって、あ,ありがとうございますってじゃあもらったとして、次の週に、この間いただいたやつ見ました。あのー、最高でした。僕ね、あのー、普通、ああいった作品では、ええー、1回しか大体抜けないんですけれども、連続で3回抜けたのは、あのー、最高という、以外ありません。うん。 本当にあの、回復、自分の回復力にも驚愕いたしましたし、えー、新たな自分に気づかせてくださってありがとうございますってその方に言った絵、何割かの方は、金もいやつにあげてもうたってやっぱ思うと思うんですよ。<laughs> やっぱ、ここ,こなんですよね。全員が喜んでくれんやったら、俺は多分、家帰って見るやろうし、聞くやろうし、感想伝えるんちゃうかなって思うんですけども、うん。だからやっぱね、 極端やろうから、僕はもうそもそも聞かへんやろうし、あの、僕に渡すのはやめてください。すみません、お気持ちいただいておきます。の方にね、ちょっと行っちゃってます。はい。ではでは、そんなこんなでここでももう一曲聴いていただきましょう。キートークさんで幻サマーです。この時間は、相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。さあ、メール来ております。えー、岩手県、欲しいものは欲しいも。 山添さんが悩んでる件ラジオ大阪本社にはがきに書いて聞いてみたらどうですか <laughs> それこそキモいってなるやんなんなんこいつって知らん番組の知らんやつが知らん相談を送ってきてます <laughs> 迷惑めるや迷惑めるってなるよえー、千葉県小林部活やめるってよいや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  歌詞にキュンとしてダンスを踊れるようにするのは全くもって普通です。それをキモっていうやつがキモい。山添さん、聞いてください。キュンとしてください。踊ってください。これどっちこれ。<laughs> これどっち, <laughs> どっち結構コメントでは、<laughs> お前、極端すぎると。なんやったら、この極端な10、重、えー、キモい方の、えー、で、めちゃくちゃハマりましたって伝える方で、 何割かの人はって言ってる時点で10割やから普通に喜んでくれる人がいるって思ってる時点でキモいっていうコメントも見つけとるから <laughs> <laughs> こればっかりはね人によって、えー、ちゃうやろうしね受け取り方がでも間ぐらいのリアクションがええねやってねいう人がやっぱ一番多いかな東京都トリケラトプス 別に渡してくるアイドルや女優さんも山添さんが本当に CD を聴いたり DVD を見てくれるなんて思ってないと思うしほう社交辞令の一つだと思うので山添さんもお得意の作り笑いで受け取りお得意の嘘で後で聞かしてもらいますねとか言っておけばいいんだと思います <laughs> 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 いやだからそれが嫌やんかその何て言うのそのさ あの申し訳なさもあんのよ、俺。やっぱ、もらっといて、全く聞いてないって。やっぱ、申し訳なさあんのよねん。で、次会って、こないだの聞いてくれましたなんて、もちろん言われへんし。それはもう、その一回限りのことなんやけど。でも、やっぱ、もらってるだけやのに罪悪感あんねん。それ嫌やねん、俺自身も。で、向こうにも失礼やと思うのよ。もらったからには、やっぱ聞いて。 バレンタインチョコもらった国はお返しやっぱホワイトデーにしてなあかんや、うんみたいなことでねうんでもやっぱそのそれやっぱ聞かへんねやったらすんませんけどもっと他に聞きたい方えー、っとファンの方とかにあのー、あげてください渡してあげてくださいってやっぱ思うのよね <laughs> ラジオネーム3体が大文字あのー、僕の文字デカ問題解消してますか それだけ確認できたら普通にメール送ります。<laughs> この読み方になるわ。文字がでかいと。<laughs> その、西郷みたいな、西郷どんみたいな感じで読んでまうわ、うん。ずーっとでかいよ、三体が。<laughs> なんで <laughs> これ、あの、ノリ仕掛けてきてるわけちゃう <laughs> なあ。 なんでこんなことなんのよサンタイガーだけ大文字って。そんなわけないやんか。設定とかしてないわざと<れ>わざとやったらサめんで。そんな律儀に自分のあの住所と名前んとこまで大文字にして。ああ、ああ。おい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 。結構めんどくさいことして乗り作ろうとしてんちゃう <laughs> <laughs> 嫌われるわ。 3体側も救ってくれてるやつの1人やのに <laughs> <laughs> さあということでえまだいけそうですねえラジオネーム「すずりの涙」ちなみにラジオ大阪のホームページを見てみたのですがちゃんとこの番組へのメッセージの送り方の中に「はがきの宛先という文字がありうん、え。ー 郵便番号55、552-8501、ラジオ大阪、相席スタート山添間の桜橋919、ラジオ大阪係と書いてあります。え、これ何ですかなんでなんで送ってくれへんの誰を信用したらいいのずっと春休みでいいのは、本当 <laughs> ラジオ大阪が本当 ラジオ大阪はある <laughs> <laughs> 春休みはいる <laughs> えこのスタジオは黒 <laughs> 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 何を信じたらいい<ぁ>ああ、なるほどね。半年に一回くれるとか <laughs>。<laughs> <laughs> 一定数が。 なんかこうねたまってからじゃないと送らラみたいになってるのかなこ <laughs> まめに送ったらやっぱ郵送料ねかかるから <laughs> 高橋さん多分ちゃんと乗ったよ今電波にちっちゃい声で <laughs> お金がないとか <laughs> <laughs> だからサーバーパンクすんねついつまってくるわ <laughs> まあまあでもね いつか届くはずだと思ってるのでもしラジオ大阪関係者の方が聞いたらあの勝手に捨てるのだけやめてください俺一回読みたいんでうんあのー、来月再来月になってもいいです捨てるのだけちょっとやめてください <laughs>、えー、東京都トリケラトプス僕の予想ですが「ミクチャスタジオ」が入っている建物の地下では劣悪な環境で労働されている人たちがいて他の会では 違法なレートでかけ事が行われていいると思います <laughs> 山添さんもし身の危険を感じたらすぐに逃げてくださいエスポワールやないかい <laughs> 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 まあでもめちゃくちゃそういうのが似合う作りにはなってるうん本当に防音って感じするしなんかあのラジオのために作ってる防音とかっていうより 外に絶対に音を漏らすなっていう防音な気がする <laughs> 怖いうん何なんやろうなほんまに気になるなこの壁の向こう何があるんや <laughs> これなんかこの新しい素材のマジックミラーとかなってんちゃうやろなこれ そのこの俺の左側から白衣来た大人がこうやって <laughs> <laughs> サンプリング B 火曜日は B って呼ばれてて <laughs> サンプリング B は来週も期待してそうだなもうちょっと様子を見るか <laughs> 怖いわどっか押したら一個だけマスがスーって押されるやつとかあるんじゃん バレてんねんぞ <laughs> 俺にはバレてる他の曜日のやつにはバレてへんと思ってるやろ <laughs> 火曜日は侮るな <laughs> どうせ姿は見せへんやろ声だけは出せんやろけどバレたんが初めてで言葉が出てこうへんか <laughs> 10秒後ジングル出ますって聞こえたぞ <laughs> どっちの声や お前のおはようございます。この時間は、相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。お送りしていますというか、お送りさせられている可能性もあります。<laughs> はあ、悔しいな。このね、 漆黒のね壁にね何個もね乳首みたいなポツポツがあるんですよ <laughs> どれか1個はボタンやろうしなんやここはよう考えたらカモフラージュにぴったりの場所やな <laughs> よう見たら皆さんも買われてる側ですか <laughs> そうか見えてる人は多分 そんなに立場が強い人ではないでしょうね。上の人間ではないでしょう。隠れてる人間が一番怖いんや。高知県、土佐県人間。アイドルのアルバムですが、ダンス覚えたはさすがにキモいので、MV も見ましたで止めたら、ええー、いい印象で終わると思います。山添さんはバニーのコーナーで何を学んでるんですか <laughs> <laughs> そうやね。確かにね。 でもさその真ん中ぐらいなやつさなくてよくない芸能界なんてさ社交辞令とかももうええやんかそんな一回しか会わへん人の方が多いんやで静岡県自主規制こっちは受け取った結果の話をしてるんじゃなくて断り方の話をしてるんですよ聞かないは少し突き放しすぎだと思いませんかほう ありがとうございますでもサブスクでも聞けるのでぜひ他の方にプレゼントしてあげてくださいなどもう少し言い方があるでしょうそのためのバニー野郎が何のためにやっとんねん <laughs> いやーこの言い回し懐かしいなこのね入り口はとても丁寧な大人の方の,あの訂正の仕方してくれて。 あの後半になればなるほど口調が荒くなって気ぃ付いたらめっちゃ強い言葉になってるっていうね、うん、あのウォータースライダーで炎上した時の長文のラインと同じでしたね <laughs> DM かうーん一緒ですあの人もだいぶ怒ってたな突然の DM 失礼いたしますから入ってね気付いたら「お前お笑いワンパターンなんじゃおい」やってでしたね <laughs> 後半はねうんおん。どうしたどうしたってなりましたね <laughs> <laughs> あの説教を目の前でしてる人が怒りながら自分の怒りでさらに怒りを生むのはあったんですけど文章でもあんねやんって初めて知りましたねそこで <laughs> <laughs> さあ行きましょうあラジオネームハゲイナズマ山添さん壁を不用意に触るのはやめたほうがいいですうん僕の予想では壁が開いた瞬間空気圧で高層階から放り出されると思います <laughs> そうなんや。そうよな。確かに、ホラー映画とか、そういうあの、サスペンスとかあって、不用意に焦って動き回るやつ、一番最初になんか、死ぬもんね。嫌だよ、俺は。俺はこんなところにずっと入れねえよ。お前らだけでじっとしてるよ。俺は先行くからな、邪金うわーみたいなやつね。うん、あれのパターンになるとこやったわ。<laughs> <laughs> お偉いさんよ俺が一人だと思ったかいリスナーがいるんだよリスナーが俺には教えてくれてるこれでも俺が不用意に壁を触ることはなくなったわおい2番目か3番目ぐらいの白衣来たやつこの様子見ながらなんかあのメモ取ってんねやろ 一人だけ火曜日のサンプル B だけ妙に成長してるとか書くなえ見て楽しいかもしかしてミクチャ見てんのか <laughs> ミクチャが一番見えるもんな。えよう考えたらミクチャのカメラなんて一台でええやろ <laughs> なんでこれ二台あんねん気持ちの悪い 全く同じカメラが2台。これ誰用や ?1 個流し用で、1個記録用やないか。気持ちの悪い。1個ずつ分かってきたわ。ミクちゃんにおんねんな。この、今週のミックマ1週間ごとになんか色々変わっとるけど。これは、 何にも暗示してないと踏んでる <laughs> これはシンプルに滑ってるだけやろ <laughs> 分かってるぞそんなんで俺が困惑すると思うな侮るなみく <laughs> 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 ちゃんのコメントでハ <laughs> ゲ稲妻から高橋鎮静剤を <laughs> <laughs> 俺に打てっていうことですね滋賀県春は明け者僕はのけ者 山添さんこれ何らかの国家のストレス実験の可能性ありませんかこれまでの事件すべて異常事態が起こった時の人の反応を見ているんだと思います俺もなんとなくそんな気はしてたよこれはラジオ大阪というえー、地方の雰囲気を醸し出しつつ実は国全体が動いてるとな だからパーソナリティもちょっと伸び伸びして緊張もできる限りこりさせないことでなんかこう記録を取りやすいんやろう,うーんなるほどな確かにこれは TBS や文化放送日本放送ではなかなかできひん 実験やろうなじゃあなんでアイドルが2人と声優さん1人 <laughs> 1> そして都築がいるんや都築はさっきなんかのんきに告知してたぞ「<laughs> これからの次世代のラジオスターです」みたいな <laughs> あいつはこのこの事態を全く知らんからあんなテンションでで言えんねや ただのアホやであいつは <laughs> <laughs> のんきなやつやくっそ島根県コッペピンポンパンえー、あ,あテーマメールですね僕の届かなかった思いは中高生の頃のソシャゲガチャですあソシャゲガチャはんはんは某パズルドラゴンズであったなパズドラな 欲しいキャラがいました。今は社会人なので、1000、えー、円の課金は痛くもかゆくもないのですが、当時の1000円はかなり痛手でした。それでも周りに差をつけて、えー、痛いつけたいため、課金をして神頼みをして、ガチャを引いてゴーレムだった時の虚無感はマジで賢者モードでした。今の中高生に僕は言いたい。課金はやめましょう。金で気持ちは届きません。ああ、いいねー。いいねー。ありがとうな、コッペピンポンパン。 この,てこのテーマメールでなんか一瞬日常に戻れた感じしたわやっぱ大事っすねテーマメールってああ、はあ、疑心暗鬼真っ最中や「ボランチ」は要これはうんこれもテーマメールですね 僕が小学生の頃一人で初めて東京駅に行ったのですが八重洲口に行きたかった僕は八重洲の漢字が読めず駅員さんに「八十周はどこ行けばいいですか?」と聞いたら駅員さんはいや山手線八十周するのは一日じゃ無理よと言われてしまいました小学生の頃の俺の東京駅で純粋に遊びたいという思いは駅員さんに届きませんでしたああ 八重洲読めへんよなあれ。あとあの東京駅の八重洲の中央口、北口とかいろいろあるじゃないですか。あれめっちゃむずないですかめっちゃむずいっすよね。あれ難しいわ。なんかね、地下通路とかの案内も出てるんですけどね。まあ広いからな八重洲口ね。いい話。 小学生で東京駅の中一人で歩くんだいぶ怖いんちゃう <laughs> ねえ。東京都ラジオネームブランシモン僕の届かなかった思いですが本屋さんでブックカバーをつけてもらえなかったことです会計の際にブックカバーはどうされますかと言われたのでお願いしますと言ったのですがその日 初の声出しだったこともあり僕のか細い声は全く届いておらず無視したと思われてつけてもらえませんでした今はその本を表紙むき出しで読んでいますああブックカバーってあれってもらう方の方が多いんですかもらわない方の方が多いんですかあれってどうなんですかねなんかあれですよね一応あの周りの方にどういうの読んでるかを悟られないカバーですよね うん、なるほどなでもやっぱ欲しいんやな <laughs> なんかでもやっぱちょっとかっこよさ出るもんね難しい本読んでんのかなとかね、うんうんうん、さて <laughs> <laughs> もう高橋さんこれその俺がちょうど忘れた頃に <laughs> また一口目の味がするタイミングで3体が渡してません <laughs>、えー3体が 僕の届かなかったごごめんなさいごめんんなななささいい <laughs> 僕の届かなかった思いですが高校生の時好きだった女の子にアピールするために彼女の前では腕をまくって筋肉を見えるようにしていましたしかし彼女の絵の思いは届かず僕の筋肉アピールに気づいた他の女子から「脇におうからスプレー使って <laughs>」と言われました <laughs> <laughs> 文字でけえ <laughs> <laughs> やっぱあのー、あのー、なんかねその芸人続けてるとあのシンプルにやっぱ声でかいんっておもろいなとかなってくるんですけど文字でかいのもおもろいっすねうんいや熱量感じるもんな <laughs> <laughs> でも三体側的にはあの細く読んでほしい可能性もありますもんね <laughs> そうよな <laughs> さあということで、えー、引き続きメールの方を募集させていただきます受付メールアドレスは y a m a z o e − o b c 四ドット j p 山添 −OBC1314.jp でございますということで続いてはこちらのコーナーに参りましょう 絆変換絆変換はパチンコスロットのアローグループの提供でお送りします。借金があります。借金のことを絆と変換する、私山添のように、あらゆるマイナスな言葉、もしくはウッとなる言葉、周りの家から聞こえてきて、あ、なんか変な話してあるとか思われそうな言葉を、プラスの言葉に言い換える絆変換していくコーナーとなっております。<laughs> さあ行きましょう。 えー、ずっと春休みでいいのにお人生の絆変換ザ・ファースト・テイクうわー素晴らしいみんなそうやもんねよう考えたら何をなんやファースト・テイク言うてるんであってみんな人生ファースト・テイクやってるっちゅう話や ファーストテイク中のファーストテイクなんやあれなるほどなちょっと思っている以上にじゃあ YouTube のファーストテイクで俺おおすげえとか思いすぎてたわうん俺らもすごかったんや群馬県逆アフロエビの絆変換絶対に虫なのにシーフードだというだけで人に好かれてる生物 <laughs> いやこれ逆逆絆変換してるわエビの方がウッとせえへんから絶対に虫なのにシーフードだというだけで人に好かれてる生物やと思ったらそっちの方がウッてなるから逆逆逆アフロ頼むわ <laughs> 確かになあれあれ、うん、よなんか言われてる感じはわかるわ虫っぽいなえー、ラジオネームス,スイカロン りの絆変換グレーの可愛いやつ <laughs> <laughs> うん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 まあうんわ、うん、かるあの言わんとしてることはわかるんやけど <laughs> あのうんなんかそれをさ名刺っぽくした方が上手って多分なるんちゃうかな。グレー 可愛い,いやつっていうのはあもうちょい頑張れそうやでスイカの, <laughs> あのこれがねいろんなん出た後の後半やったらめっちゃ言うてたと思う俺、うん、でめっちゃ笑かされたと思うわやけどあのスイカのんはまだ伸びそうな気がするんでほんまの絆変換上手な人に多分なれると思うんでまた待ってます 名古屋、えー、ウニ丼はおやつ<ん>加藤シ飼育の絆変換 <laughs> NSC <laughs> う,うん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 これねどっちも「う」ってなってるわ <laughs> 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 うんうんうん ああ、そっちの方が絶対プラスな表現ぐらいの差はつけてほしいかな。うん、うにどんおやつ。でもでもでも方向性合ってますよ。うん。北海道、泡とヤギ。人のメガネを勝手に取ってかけるやつの絆変換。やめてほしい。うん <laughs> <laughs>。ああの、違うわ、泡とヤギ。うん。 人のメガネを勝手に取ってかけるやつの絆変換やめてほしい。で、これ、プラスとかでも何でもないやん。やられたんかなあとヤギが。うん。で、そう思ったんかなうん。で、それを発散できるコーナーではこれはないのよ。申し訳ない。ラジオネームずっと張り休みでいいのに。クリーニング屋に文句を言う加藤浩二さんの絆変換。 洗いたてじゃねえからなこの状況 <laughs> うんあのずれてきてるわうんゆっゆっくりずれてきてる今日はだからまああのあの何て言うのか修正しやすくなってるうんあれや <laughs> 毎週説明してるやんあのさあ周りから聞こえてきてさお金の話とかっていうの聞こえたらさあの人たち貸し借りしてんのかなとかさえ とかってさ、妙になんか、うって胸にさ、来たりする部分の、ある単語、借金っていうワードをさ、絆って変えたら、なんか、えー、なんか、全然この、耳から入ってきても、うってならない。このプラスの変換を絆変換とさせてもてん。<laughs> うん。え、結構、みんなくれてる人もいたりすんのにな。うん。そうかそうかそうか。毎週いろんな吸収があるもんね。だから、こんがらがあったりするか。うん。 神奈川県三浦靖子偽物外にブルーシートを敷いてみんなでご飯を食べる中山きんにんの絆変換中山ピクニックんうーんとあちゃうあの三浦靖子偽物はもう絶対わざとやってきてると俺はもう知ってるから強く言う。 えー、外にブルーシートを敷いてみんなでご飯を食べる中山筋まきんにっていう単語が打ってなまずならん、うん、であのそんなタイミングがいろんな人にないそれを使いたいタイミングがで「中山ピクニでピック」でぴったり来てるとは思うけど「中山ピクニック」っていうワードから作ってるやろお前ちゃうねん逆やねん絆変換って。 うっっててするワーードから作ガ <laughs> ガイルガーゴイル飴 <laughs> 玉ってさ毎回我慢できずに噛み砕いちゃうけどこれが自分の目ん玉だと思ったらしっかり舐めきれると思わないと質問してくる小田切丈の目がマジやった時の返事の絆変換。 ほんまですね目から鱗ですわあのなあなどっから直せっちゅうねんこれえ知ってる原型借金絆やで、ね な,なんでこんな長文になることがある飴玉ってさ毎回我慢できずに噛み砕いちゃうけどこれが自分の目ん玉だと思ったらしっかり舐めきれると思わないと質問してくる小田切ょうの目がののマジやった時の返事の絆変換「絆変換」ってもう書いてるだけやん「ジやった時の返事」「ほんますね目から鱗ですわ」でええやん何「絆変換」 無理やりこのコーナーナに送ってくるな自分の言いたいことをそういうコーナーじゃないぞ群馬県逆アフロ巷で噂のブランコの鎖なめなめおじさんが公園の水道で水を飲む時に自分に課している厳格なルールの絆変換蛇口に口をつけない。<laughs> 何してんねん毎週、毎週。巷で噂のブランコの鎖、なめなめおじさん。ちょっと、いや、こういうさ、そのキャッチーなワードを送ってくんなって。ブランコの鎖、なめなめおじさんみたいな。これな、増えんねん <laughs> この先。増えんねんあの、逆アフロも一言だけ。 うちゃう群馬県逆アフロ <laughs> ああレモン3,000個分のビタミン C をレモン3,000個から取ってみた生配信を行ったチャンネル登録者730人のレモン大好き落語系 YouTuber 林家レモンが最初のレモンをかじった際に言い放った衝撃の一言の絆変換。 すっぺー <laughs> 腹立つめっちゃ腹立つめちゃくちゃ腹立つあ腹立つわあーその一平さんとかもちょっともじってる感じあるやんもう関係ないから これはあの作品シリーズ加速してんねんあの <laughs> あのさもう俺ここ閉じるわあの一個この方向は <laughs> あの「絆変換」の髪の句あるやん髪の句みんな長すぎるわ <laughs> うん「借金と絆」 このバランスでやから神奈川県ラジオネーム「魔法の三原色」「気前のいい先輩大学」「可愛がってる後輩と楽しい飲み会学科」主席のコメントの絆変化「好きなん頼みや」<laughs> <laughs> ちょっと待ってこれ何のコーナーやねんこれほんまに。 前のいい先輩大学可愛がってる後輩と楽しい飲み会学科 <laughs> 主席のコメントの記前か <laughs> 好きなん頼みはもうこれねもうごもう大学の流れがあるからや <laughs> なあ <laughs> 自然所から来てんねん主席学科進化させすぎてるってラスト本当にラストっすよ 最後なんかこう、最後はスッキリみたいな感じで終わりたいんですよ、俺。え、宮城県チャオズ。自然女大学付属、カナリネバール高等学校合唱部、全国合唱コンクール金賞の自由曲の絆変換。ミスター・チルドレン、トゥモロ o r r o w ネバーねそれはもう自然薯大学やもんかなりネバーある高等学校やからだってネバー入ってくるよじゃないねん <laughs> 全然違うあのー、なんか「俺置いてけぼりでみんなで高み目指そうぜ」コーナーになってるうん 俺を連れてってくれてててっくうん一緒に作ろうやしたい風にしてノットはせえ編集があったりノットとか最近来てませんね歌系とかもあったよいろんなジャンルがあった最近の流行りは大学系とか、ね、なんちゃらなんちゃら 鎖なめなめおじさんとかで行くじゃないのよ。あほんまや今週、ジョロジョロがいよいよ終わってる。はや <laughs> ない賞味期限。<laughs> なあ。じゃあ、みんながさ、こんだけさ、いろんなの送ってさ、俺だって、<laughs> 俺だって、ちょっとでも、長生きしてほしいから、 賞味期限長く持ってほしいから、こうやって毎回止めてんねん。注意してんねん。訂正してんねん。TikTok やん、終わり方。短すぎるやん。早すぎるやろ。なんで俺が寂しい気持ちにならなあかんの早いわ。もう一回、まだまだ味するって。はあ。リスナーのスピードちゃうなぁ。 そうか、先週はそうですわハゲ稲妻稲妻からあのコメント来てますわ先週コラボしちゃったもんねだからもう自然薯大学とコラボしてたからもうそういうので終わりにしようってなったよそれがみんなが別に連絡もとかないはずやのにみんなそれ思てんで俺だけジョロジョロは今週どんなんやろとか思いながらみんな全然ルールちゃうとか言って 一生懸命注意して。<laughs> 待ってくれーのやつや。おい、おい、置いてかないでくれよーのやつや。恥ずかしい。俺が一番遅いや。じゃあね、じゃあね、あの。ちょっとだけ言わしてもらったら、ほんまにええやつが少ななってきてんのがちゃうからな。ほんまにええやつはやっぱちゃんと多かったから、今まで。そこだけをみんな。 俺やっぱそこはすごいと思ってますからね。ぜひそっちの方も、あの、えー、募集させてください。受付メールアドレスは yamazoe.obc1314.jp。山添 .obc1314.jp です。〇〇の絆変換〇〇のフォーマットで送ってください。メールの件名は絆でお願いいたします。皆さんからのたくさんの絆、来週もお待ちしております。この時間は相席スタート山添館の桜橋919をお送りしています。 いやはやいやはやはドーナツ社が今終わったところでございますけれどもランネありがとうございました、えー、ラジオネーム科学者おい <laughs> 被験者 B が気づきだしたぞこいつはそろそろ切っておくか何 <laughs> <laughs> でメールが来んねんなんで文字でやねん筆談じゃないとあかんのかこれはあえて俺に気づきだしたいんか気づかせたいんか この口ぶりやと数人おるな、やっぱり。えー、失恋したら絨毯を洗え。壁の外の研究員。今日も被験者 B は絆変換のコーナーでブチギレっと。メモ取っとるなメモ取ってる。くそ。どういう実験や、これ。心拍数とかももう測ってんやろ、どうせ。あとサーモグラフィーで、体の熱とか。 え <laughs> ちょっと待ってくれ。俺がつけてるこのイヤホン。これに似たやつ、カイジが耳にセットしてたぞ。<laughs> あれかなんでや誰が誰が俺ちゃんと自分で来たよな、ここ今日。気づいたらここじゃなかったよな。どういうこと 時計で心拍えっ <laughs> <laughs> ここのここのこっから測って心拍数読み取ってそれを送って俺がどういう精神状態で毎週送ってるかを確かめてんのかあの続きの台だとかあれはどういう日やったんや <laughs> 失念したら絨毯笑え 壁の奥のマジックミラーの中では被験者 D にもらった眼鏡を被験者 B はまだつけてるとメモしてると思います <laughs> 続きからもらった眼鏡を山添はまだつけているでええやろ立地儀に B と D を B と D あのラジオやったら伝わりにくいね音一緒やから。 どういう実験してんねんそれだけ教えてくれ。協力するから、できることは。<laughs> えー、代表いくら。この桜橋は国家規模プロジェクトだった。だから Twitter は山添さんフォローせずに、首相官邸、首相官邸をフォローしてるんですね。だんだんと点が線になっていってます。<laughs> そういうことか。やとしたらさ。 結構早めに俺に感づかれてない <laughs> 甘々やねんけど脇くそなんかそうやねんな同世代から若い方が多いのよ現場にはここは上のねなんかこう偉い偉そうな方う一人にも会ってないねんなそれが怖いねんな えみんな債務者 <laughs> この建物支持してる人間も支持されてる人間も喋ってる人間もメールをチェックしてる人間もみんな債務者 <laughs> 債務者ラジオこれで少しずつ今返済になってんのか そういう返済方法が始まったんかどういう番組それになんで需要がある <laughs> 金持ちが聞きたいんかな、えー、岩手県欲しいものは欲しいも山添さん今までかける側の人間でしたがあなたは今お金をかけられているのですその独房の外では何百人もの人が 山添さんのことを見ており山添さんが放送内で話す単語について予想されお金がかけられています山添さん今すぐ逃げましょう <laughs> <laughs> そうかだから言ったらあかんにゃ場所も言った瞬間になんか多分もう俺のもう体の体になんか埋め込まれてんねかなんかん <laughs> か 帰りこれはもう終わんのが夜遅いんでタクシー乗せてくれはるんですよ <laughs> 運転手が毎回ヒットまんないや <laughs> んとか無事帰れてるだけなんや俺毎週えこの競技何俺が次何喋るかでお金かけてんの <laughs> えってことはやで絆変換とかも多分どうやって訂正するかが 多分キズナ変換カップ G2 とかでなってるわけでしょ <laughs> じゃああのその壁の向こう側の大人たちがメールを送ってる可能性あるやん。ってことは壁の向こう側の人間がリスナーの可能性あるやん。お前らやないかそうやろトリケラトップス。 ずっと春休みでいいのに横におんにゃろそういうことかお前らゲリラコンブにクジラにお前らずっと被験者 B として喋ってたんか俺とえー、引き続きメールの方を募集します <laughs> <laughs> すいません進行には逆らえないので 受付メールアドレスは y a m a z o アットマーク o b c 一一三四ドット j p 山添ットマーク o b c 一一三四ドット j p ですこの時間は相席スタート山添館の桜橋九一九をお送りさせられています。<laughs> はい、えー。ということでこちらのコーナーに参りましょう。 山添カンジャム山添カンがお届けする一夜限りのジャムトークセッション。リスナーからいただいたリクエストソングをお届けし、その楽曲について山添カンの持つ知識をフルに使い専門的に徹底解説いたします。歌詞が何を暗示しているのか、何のメタファーなのか、この音遣いが意味するものは何なのか、すべてをあなたに教えます。さあ、ということで、えー、今週の山添カンジャム、こちら、リクエスト曲は何でしょうか ラジオネーームホイッピー今回僕が解説してほしいのは藤本美貴さんの代表曲「ロマンティック浮かれモード」です「ロマンティック浮かれモード」という印象的なフレーズやサビがヒットしましたが結局「ロマンティック浮かれモード」って何なのでしょうかぜひ解説していただきたいです <laughs> なるほどね「ロマンティック浮かれモード」が分からへんねや分かりました、えー、僕はもう本当に初めて 聞くので、えー、聞いて、えー、一発でちょっと解説できればと思います。では、一度ちょっと皆さん一緒に聞いていただきましょう。藤本美貴さんで、ロマンティック浮かれモード。なるほど。あ、これは、すごい、ピンポイントな歌ですね。うん、これ一部の人にしかすごく、うー、あの、あれなんじゃないですか、あの、刺さらない歌なんじゃないですかね。 みんなが経験してると到底思えないですけど、僕は。僕はたまたまねあの、ロマンティック浮かれモードやった時があったので解説できたっていうだけでしかないです。あのー、まあ、どういうモードかと言いますと、これあのー、一見ね、恋愛の歌に見せてるだけで、あの、パチヤの歌です。僕あのー、言ったら、 住んでるところでお気に入りのパチ屋があるじゃないですか。で、そこのパチンコ屋に行くんですけど、まあ、あの、パチプロと言われるね。まあ、プロなのかどうなのかって分からへん、いつもこう集団がいはるんですよ。毎朝、こういう狙い台があるみたいなのを狙ってる人たちね。で、そういう集団の人たちが、あのー、人気の台ですとか、ああ、座りたい台をよくこう取ったりしはるので、なかなか座れないと。そこで、 その人がふと、お前もこのお店好きなんやなって、なんか声をかけてくれてえ、人気の台に座ることができたって、まあ言ったら大まかに言ったらそういう話なんですけれどもね。うん、このロマンティック恋の花咲く浮かれモード。まあ、この歌詞からはちょっと恋愛っぽい雰囲気にしてますよ。あまりにピンポイントすぎるんでね。史上最大の恋が始まりそう。これは、ただパチンコ屋で歩いたら、 まあ人気の台北斗無双とか大工の玄さんとかっていうのがまあ出始めてすぐの頃とかも、まあ、ずっと人気でしたからなかなか座れなかったんですよ。で、もちろんこの人たちは並ぶのも早いし、えー、時間帯によって、えっ、ー、と早く並んだもん勝ちみたいなお店やったらなかなかもうその人気機種は座れないと。やけどそんな中で、えー、彼が、えー、番号を渡してくれたことによって、 ちょっと仲間っぽくなって、あ、これ空いたけど、うつかって声をかけてくれるようになった。それに座れるようになった。僕が、私が、座りたい、あの台、座れなかった台に座れるようになった、日、その日からが、ロマンティック浮かれモードです。明日から、今日からが。 いつもと違う景色に変わった地元の駅ミキティはあれですか元パチンカーですか <laughs> パチンカーで丸ですかその後がモーニング娘。丸ですかモーニング娘。のミキティさんですよね。へえ。何年代の結構昔の歌ですかへー あだからもうどうしてもソロになったら当時の自分の歌出したかったんや売れはったな、えー、今夜のジャムズ・オークセッションはここまでです 引き続き山添館に解説してもらいたい楽曲の方を募集いたします。受付メールアドレスは yamazoe.obc1314.jp 山添 .obc1314.jp です。リクエストには解説してもらいたい理由もあると嬉しいです。懸命にジャムと書いていただけると助かります。ここまでのお相手は山添館でした。 はい、すスタート。山添館の桜橋919そろそろお別れのお時間となります。いやー、あのー、山添館ジャムでね、終わった後にあの、ミクチャでコメント欄見たんですけども、ソロが先なんですね。ミキティさんって。そっからモーニング娘。なんですねでもやっぱりこれ、いろいろ点と点が線になってきてますよ。影ゲ妻が、ハロープロってもうほぼパチプロってコメントしてくれてますしね。うーん。 あとあの、つんくさんの右にマークありますよ。あれもほとんどハンドルですよね。来てますよ。やっぱり。もう全部解明できてくやま繋がってくるね、やっぱりね。うん、さあ、ということで、ミクチャでは番組終了後に、えー、アフタートークもございます。皆さんからのコメント読んでいこうと思っておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。レギュラーコーナー、バニー、絆変換、山添カンジャム、こちらメールをお待ちしております。 えー、明日水曜の桜橋919は、神尾慎一郎さんが体調不良のため、先週に引き続き声優の、えー、駒田さんがピンチヒッターをお務めになられます。ということでございますね。えー、ミクチャも結構登録された方も増えてきてそうですね。意外とあのー、ラジコで今お,きなお聞きになってて、えー、うーん、なんていうんですかね。 肉茶の方、味方知らんけども、っていう人がもしいたら、意外と登録簡単なんで、ぜひそちらの方から入っていただければと思います。岩手県、欲しいものは欲しいも。絆変換、ん絆変換カップの、おしっこ探偵、ジョロジョロに20万かけてました。<laughs> ボロ負けです。爆発しろ。<laughs> 欲しいももいました。はい。白衣着てます。やっぱりな。 やっと白状したわ、一人が。そんなことやろうと思ったわ。やっぱ普通のスタジオじゃなかったです、結局。神奈川県魔法の三原色。僕の勝手な予想なんですが、サンタイガーさんは大きい文字にしたらどういう反応をするかという実験をしている科学者側の人間ではないでしょうか。他にもリスナーの中に科学者側の人間がいるかもしれません。ほんまやほんまや もう、なんか、<laughs> 同じテイストのボケでずっときてんな思ったわ。<laughs> <laughs> <laughs> まんまと、もしかしたら、大きい声で読むってベッドしてるやつおったわ。まんまとやってるわ、俺。よっしゃーってうっすら聞こえてる可能性あるわ。ほらほら、ほら、大きい声で書きかけの俺やりましたよ、俺大きい声10万ありましたもん。うん。 普通に読む十万と大きい声十万ありましたよ、うん。選ばれないに、えー、かけてる方もいらっしゃいましたね。全部バレてるぞーええー、かは、い、白状するなら今やぞ。メール送ってこい。よかったらアフタートーク聞け。 科学者。さあ、ということでございまして、このままアフタートークに向かいます。というわけで、本日も遅い時間まで皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は相席スタートの山添勘でした。おやすみなさい。